オーバー。コージャク、なんで水木のことで話しに行くってメールしただろう。なことよりてめえ、青葉から離れろ。お前らやめろ。このおい、マスター、うるさいんだよお前たち、いい加減にしろ。お前たち、全員下へ行きな。今すぐにだ。てって。まさか僕までお商売に預かってしまうとは。あおば、ちょっとこっちへ来な。へいへい。持っていきな。飲み物は全員茶でいいだろう。はいはい。あ、そうだばあちゃん。なんだい、もう起きても大丈夫なのか。腰は？いや、わかるだろう。くだらないことを聞いてないでさっさと行きな。人間腹が膨れりゃ怒りも自然と収まるもんだ。とっとと食っちまいな。やっぱり作ってたのってこれか。匂いで分かったぜ。タエさんのドーナツは格別なんだよな。いいから早く食いな。
食うなら食う、食わないなら食わないで、はっきりしな。甘い。そりゃあそうだろ、そういう食べ物だよ。だとしても甘い。無理して食わなくてもいいよ。食べないのか。うまいぜばあちゃんのドーナツ。食べますよ。早く食えば。はい、食べます。あれ？お前、もしかして今食べた？はい、食べました。おいしいです。神業だろう。なんかよくわかんねえことになっちまったな。まあそうだな。それはともかく水木のことだ。連絡取ったか。それ、ああ電話した。大丈夫だとは言ってたけど、やっぱりちょっと元気がなかった感じがするな。そうか。水木に何かあったのか。いやな、水木が変だってお前にメールしただろう。あの時うちのチームのやつらとドライジュースのやつらが少し揉めたんだ。その場に水木もいたんだけどよ、あいついつもならそういう時は絶対仲裁に入るだろう。なのになんか上の空でぼーっとしてる感じで、喧嘩も見てるだけで止めようとしねえんだ。結局俺が間に入ったんだけどな。どうも水木の様子がおかしいと思ってよ、大丈夫かって声かけたんだよ。そしたらほっといてくれって睨まれてよ。水木？ああ、あいつらしくないっつうか、何か思い詰めたような顔をしてたんだよな。アオバ、思い当たることねえのか。あいつが最近悩んでたこととか。この前水木の店に行った時に神隠しの話が出たんだけど。ああ、あのリブのチームが丸ごと消えるってやつか。そのことを結構気にしてた感じだったな。確かに最近神隠しにあったチームがいるって話は聞いたが。こいつ、あいつの。あいつ。おい、クソ坊主。今の盗み聞きしてやがったな。
別に聞かれたら困るような内容でもなかっただろ。てめえ、神隠しとかリブなんて今時流行らねえし、とりあえず盛り上がるイベント起こしとけって感じなんじゃねえの。んだと。おい、あんまり舐めたこと言ってんじゃねえぞ。実際に戻ってこねえ連中だっているんだよ。知らねえよ。怖えならリブやめりゃいいだけの話なんじゃねえの、この野郎。てめえ、名前は何だ。先に名乗るのが礼儀だろ。てめえみたいなのに礼儀もクソもあるか。なら聞くなよ。ちょっと待った、あんまり険悪になるなって。こっちは高弱。ノイズ。ノイズ。てめえみたいなのは虫が好かねえ。別にあんたに好かれようなんて思ってない。やろう。そこまでだ。喧嘩ならよそでやっとくれ。うるさいったらありゃしない。すまねえ、タイさん。おい、どこ行くんだよ。帰る。お前らも食うもん食ったら帰りな。ありがとうございました。それではマスター、さようなら。あっ、ちょい待った。はい、何でしょう。また会うかどうかともかくとして、もし月があったらその時は普通に入ってこいよ。普通とは？空から降ってくるとかベランダから入ってくるとかじゃなくて、ごく普通に玄関から入れってことだよ。空とベランダはなぜ行けないのですか？どう考えてもおかしいだろうが。つか、びっくりする。心臓に悪い。心臓に悪い。なるほど、わかります。ここにあるハートのことですよね。まあそう。マスターといると勉強になります。ありがとうございます。そうか。ではまた。おう。何なんだあのガスマスク。俺もよくわかんねえ。知り合いなんじゃねえのか。知り合いつうか違うと思う、うん、おいおい、しっかりしてくれよ。さっきは悪かったな、つい熱くなっちまって。タイさんにもちゃんと伝えといてくれ。さっき謝ったし大丈夫だろ。あとお前の部屋で暴れちまったことも悪かった。なあ、まあしょうがねえし、お前があそこまで怒るのは久しぶりに見たけど。俺ダメなんだよ、ああいう折れることを知らなさそうなやつ。つか今思い出したが、あいつライムのチームやってるだろう。ライムの？ああ、確かラフラビットって名前だ。前にうちのが向こうのチームメンバーと喧嘩沙汰になって、その時にあいつを見た記憶がある。あいつも俺がリブやってるの知ってたっぽいし、多分そうだろうな。考えれば考えるほど胸クソありな。ライムにもチームとかあるんだな、知らなかった。
チームができ始めたのは最近らしいけどな。つっても効率よく情報を集めるために組んでるようなもんらしいぜ。味気ねえよな。まああいつのことはともかく、瑞希は俺もサポートできるようにしておく。お前も何か分かったら連絡くれ。なあ。じゃあな。くそ。はい、ジャンクショップ平凡です。もしもし。特攻特攻だ。相変わらずダサい店ね。またお前らかよ。お前ら俺にぶら下がるなっつーの。ノイズ。よ。ちょっとちょっと、客なんて珍しいんじゃない？客だ。目標変更。客に向かって突撃だ。ちょ、おいお前ら。
な。暴れる女は可愛くないぜ。話しなさいよ、このセクハラピアス。セクハラピアス。お前、ミオに何をした？した。別に。やめてよ、あんたたち。でも。家が退散よ。でも、まだあいつ倒してない。お前、年端もいかない女の子に何やってんだよ。何が？だっていきなり手にチューって驚くっつうか引くだろ普通。別に変なことじゃないだろ。いや十分変だから。ん？お前。ん？なんだよじゃねえよ。いきなり何すんだよ。何ってキスだろ。はあ？普通男にキスとかしねえだろ。そう。もしかしてそっち系？お前、そもそもなんでここに来たんだよ。あんた、俺のチームに入れ。は？チームってライムのか？そうだ。絶対嫌だ。じゃあ入るって言うまで毎日ここに通う。昔やってた時は強かっただろ、ライム。またやれよ。
やってねえし、人違いだろ。まあ、今日の本題はそこじゃない。今日はこの店の前であるんだよ。何が？ライム。ライム？この辺りが今日の薄井の発生ポイントだ。俺らの予想は9割方当たる。行くぞ。え？いいから来い。おい話せよ、店番が。うるさい。ポイントはこの辺りだ。それお前のオールメイトか？ああ。そろそろだ。言った通りだろ。おお。あんた出てみなよ。だから嫌だって。これでもか。お前。さあ、どうする？よう。紅爵。青葉、今日はどうした？また配達の途中か？なんでお前がここにいるんだよ。あんたに説明する必要はねえな。ライムか。そっちこそわざわざなんだよ。筋肉バカのリブが参加したって。ライムじゃ秒殺だぜ。だと？てめえ、やめろ。ガキがあんまり調子に乗るなよ。言い過ぎだ。事実だろ。調子に乗るなっつってんだよ。知るか。てめえと話してると本気でライムが嫌になるな。いいんじゃね。リブに好かれたいとか誰も思ってねえだろうし。おい、二人ともちょっと。大体今時力とか拳とか古いんだよ。ダセえな。頭ん中だけで戦ったって得るもんなんざ何もねえだろう。
ただの現実逃避だ。筋肉だるまは考え方が硬い。話になんね。おい、頭でっかちのもやしには言われたくねえな。もやしじゃねえし。そうか、俺にとっちゃ十分もやしだったがな。お前ラフラビットだろ、ムジナのライマーチームの。最近はこの辺まで出しゃばってきてるみてえだな。ライムの予想屋とかやってるらしいが、そんなことでみみっちい金稼いで喜んでんじゃねえよ。取引だ。この地区にも俺たちの情報を欲しがる奴が山ほどいる。だから取引も成立する。あんたらとは頭の使い方が違うんだよ。ここらで一発蹴りつけとくか。くだらねえけど、あんたのことは気に食わねえ。潰してやるよ。二度と生意気な口が聞けなくなるようにしてやる。言ってろ。おい、コウジャク、お前こんなとこで何本気になってんだよ。悪いな、アオバ。ここまで言われちまったらよ、締めとかねえと示しがつかねえんだよ。そうだそうだ、コウジャクさん、やっちまえ。そんじゃ、行くぜ。てめえもライム側だろ。うわ、マジでシャレになんねっての。ったく、なんだなんだ、何の騒ぎだ。ライムかリブか、どっちにしろ全員死刑だ。オーバー。ノイズはとっくに逃げた。俺たちもさっさと逃げるぞ。待てこら。
ここまで来れば大丈夫だろう。ああ。すまねえ。お前んちでもやっちまったのに、また騒ぎにしちまった。つい頭に血が昇って、あのクソ坊主。青葉。お前に辻斬りのライム仕掛けたのって、あいつだろ。な、やっぱり知ってたのか。そうなんじゃねえかとは思ってたが。ごめん。いや、責めるつもりはねえ。だがあいつ、辻斬りの後もお前に付きまとってるんだろ。なんつうか、その…あいつにライム仕掛けられた時、俺どうすりゃいいか全然わかんなくて、最後は気失ったみたいで記憶がないんだけど、あいつが言うには…お前が？なあ、でもそんなの全然覚えてねえし、そもそも俺が勝てるわけねえし。でもあいつは俺が勝ったって聞かなくて。それじゃあお前に負けた恨みを晴らすためにくっついてるってのか。プライドだけは一丁、ライムだろうとなんだろうと負けは負けだ。潔く認めて終わるのが男ってもんだろうが。しかもお前気を失っちまったんだろ。なのにその言いがかりってのはただの嫌がらせにしか聞こえねえけどな。まあな。どうした、何か気にかかることでもあるのか。ライムやってる時さ、誰かの声が聞こえたんだよな。どういう意味だ、あいつじゃなく。違うと思う。聞こえたっつうより声が耳の中で響いたっつうか。それで俺レンに指示を出せたんだよな。戦い方が直感的に分かったような感じで。ライムはやったことないんだよな、お前。ああ。なのに、なんで指示なんか出せたのか、自分でもよく分かんねえ。それがちょっと嫌な感じで。あんまり考えすぎんな。お前の昔からの悪い癖だ。じゃねえと蓮に、青葉、思考がパンクしそうだ、とか言われちまうぞ。ああ。お前もいきなりライムに引っ張り込まれて混乱してるのかもしれねえし。でも、何かあったらいつでも俺に言えよ。なあ、サンキュー。タエさんにはいつもうまい飯作ってもらってるからな。そこかよ。そうだ、ドライジュースの奴らに挨拶してくか。だな、瑞希のことも気になるし。で、あ、どうした。つうか俺仕事中だし、羽賀さんが外出しちゃってて店番してたんだよ。おいおい、まずいんじゃねえか。電話してみる。羽賀さん、すいません、俺。ああ、青葉君、店にいないからどうしたのかと思
思いましたが、何か急用でしたか？その…今日はもう大丈夫ですよ。私がいますし。本当にすいませんでした。気をつけます。ええ、分かってます。それじゃあお疲れ様でした。気をつけて。お疲れ様でした。大丈夫だったか？まあ、一応。ガラガラだな。あいつらの泊まり場、移動したのか？そんなの聞いてねえけどな。おい。どうし…なんて…アバ、あれ見ろ。モルヒネ…神隠し。なバカな。おい、誰かいねえのかよ。おい、アオバ、向こう側も見てきたが誰もいねえ。ここもか。ひでなあ、これってなんだ。やっぱりそうだよな。
そ、やっぱ水木と連絡つかねえ。どうなってんだ、ここで何があったってんだよ。畜生、マジでモルヒネの仕業なのか。水木、いやあ、誰かと思ったら青葉さんでしたか。奇遇ですね。やっほー、青葉。お前ら。なんでここに。この辺りは我々が担当してるんですよ。ヤクザか。お前ら双子か、似たような格好しやがって。双子じゃねえから。お前こんなのとつるんでんのか。つるんでるっつうか、知り合った時は別にヤクザじゃなかったし、光尺が島を出てた時だよ。ええ、青葉さんとはそれなりに窮地の中です。そうそう、仕事関係ねえし。同業者の中には横暴なのもいるようですが、俺たちはルール違反は犯しません。あくまで常識の範囲で行動してますので、以後よろしく。ヤクザはヤクザだろうが、いいも悪いもねえんだよ。一度落ちたら骨の髄、血の一滴まで染み込むからな。でも俺たちが言うのもなんですが、この島じゃヤクザも警察も大して変わりませんよ。そうでしょ、あなた確かどこかのチームのヘッドですよね。何人か懇意にしている警察の人間がいるでしょ。警察の人間すべてが悪いってわけじゃねえからな。中には気のいい奴らもいる。では我々もその中に加えていただけるとありがたいです。気のいいところで、ドライジュースって青葉さんのお友達のチームですよね。彼ら縄張りの移動でもしたんですか。さっきから誰も見かけねえ。それがいなくなっちまった。いなくなった。俺たちも今来たばっかりなんだけど、ドライジュースのタグが全部塗りつぶされてて、代わりにモルヒネのタグが書かれてる。モルヒネ。モルヒネってあの空想上の生き物みたいになってるあれ。なあ、もしかしたら誰かがモルヒネのせいにしようとしてこんなことやらかしたんじゃねえかって思うんだけど。だとしても残忍ですね。チーム全員をいっぺんにだなんて相当たちが悪い。この辺お前らの担当なんだろう。何か知らないか。そうですね、俺たちが知っていることといえば、昨日の夜に見回った時はこんなんじゃなかった。ドライジュースのメンバーの皆さんは見かけませんでしたけどね。それって何時頃だ。9時ぐらいじゃね。つうかその後にやられたんじゃね。だとしてもメンバーを一人残らず誘拐とは、あの人数をいっぺんに連れ去るのってそう簡単なことではないですよ。分かってる。だからなるほど、なんとなく状況は分かりました。もしこちらでも何か分かったらご連絡します。頼む。それにしても最近はこういう手合いの物騒な話が増えてきてますね。青葉さんも気をつけてください。俺らにもわけわかんねえのが多くて追っつけてないってのが現状。てめえらにとっちゃリブなんてしのぎのための駒だろうが。
何してくれるっつうんだよ。我々としても町に寄生して生きているわけですからね、しっかりとした足場を築いた上で活動することが大前提なんですよ。それにモルヒネでも何でもいいですけど、勝手に俺らの縄張りを荒らされるのは普通に不愉快ですから。チッ。さて、俺たちはもうちょっとこの辺りの状況を。貴様ら、ここで何をしている？動くな！動くと撃つぞ！やべえな。あらら、今日はまた一段と騒がしいですね。元気が有り余ってるな。ここは退散一択でしょう。さすがに俺たちもあれは苦手ですから、青葉さんも逃げてください。わかった。やつらのとこまでは全員で特攻で、その後別れる感じでよろしく。合図するから走って。1、2の3。貴様ら、とう、お前ら。それじゃあ青葉さん、またバイバイ。サンキュな。行くぞ青葉。貴様ら待て。今日は薬日だな。散々だぜ。どうなってんだよ、チキショー。アオバ、絶対犯人見つけ出してやる。そうだな。俺もチームの奴らが何か見てねえか聞いておく。頼む。スパムか？消去っと。は？は？ちょ。アオバ。レン、メールがやばい。何これ、ウイルス？少し待ってくれ、調べてみる。
レン、まだか？解析完了。ウイルスではない。万が一ウイルスだった場合の対策も実行した。このメールの受信自体を止めるってのは無理なのか？差出元のメールアドレスが不明だ。なんだそりゃ。マジで。念のために内容を確認してみた方がいい。大丈夫なのか？わかったよ。見ればいいんだろ、見れば。ゲームの配信だ。ゲームの配信？あ、レン、なんかこれ動かないんだけど。デモプレイになっているんじゃないか。デモプレイ？そんなの配信してなんか意味あるのかよ。なんだこりゃ。完全に意味不明なゲームだな。そうか。さっきの大量メールもやっぱりスパムだったっぽいし、すげえ時間の無駄した。とっとと帰ろうぜ。
さあ。ばあちゃん！ばあちゃん！うわ！ばあちゃんはどこだ？ばあちゃんはどこだって、ね、ね、離せ！ふざけんなよ！離せ！あ。ばあちゃんはどこだ？ばあちゃんに何した？答えろよ！自分の置かれた状況、分かってんのか？
俺が手を挙げりゃお前は蜂の巣になって速攻でさようならだ。ほんの5秒ぐらいで終わる。やれ。しっかり押さえとけよ。離せよ。おい、何やってんだ。しっかり捕まえとけよ。悪く思うなよ。ミンクさんの命令でしょうがなくってやつだ。話せっつってんだろ。気色悪いんだよ。うるせえ。にしても男ってのかな。まあやれりゃいいんだけど別に。でもこいつ色白いし髪長いしさ、目細めてりゃ女に見えるんじゃねえの。どうかな。やっぱ男は男だしな。この野郎。触んじゃねえよ。押さえとくからとっとと向いちまえよ。了解。さあな、やめろ。話せよ。うるせえな。口塞いとけよ。
もしかしたら意外といけるかも。なんか早くやって交代しろよ。次は俺な。やっぱ男だよな。モロに見るとちょっとなえるな。俺そうでもないかも。マジか。つかお前後ろとかやったことあんの？女でも後ろの方が好きなのとかいるだろ。なんか急におとなしくなったぞ。諦めたんじゃねえの？今のうちにさっさとやっちまえよ。俺の前から。おい、こいつ大丈夫か？ああ。おい。おい。なんだ。消えろ。てうん、目が覚めたのか。気分はどうだ？大変だったな、あんた。ミンクさんには誰も逆らえねえからな。おまけに何考えてるのかもわかんねえしさ。今はミンクさんに言われてきたわけじゃねえし、そんな怖い顔すんなよな。やっぱり青葉だよな。ジャンクショップ平凡の。平凡を知ってんのか。ああ、昔はよくあそこにいろいろ買いに行ってたんだよ。まさかこんなとこであんたに会うなんてさ。ああだろう。でさ、あんたが捕まってるって聞いてここから出してやろうと思って。マジか。もちろんな。いい話だろう。でもここは。大丈夫大丈夫、なんとかなるから。なんとかっても具体的にどうするんだよ。大丈夫だって。
だからどうすんだよ。しつこいな。大丈夫だって言ってんだろう。なあ、大丈夫だよ。ここから出してやるから。だからさ。声。そうだよ。平凡に電話するとだいたいいつもあんたが出るだろ。あんたの声、初めて聞いた時に聞き惚れちゃってさ。それからよく電話したんだよ。あん…もっとさ、俺のためにいろんな声を聞かせてくれよ。聞きたいんだよな。動くな。逃げようとしたら撃つ。別にいいだろ、減るもんじゃねえし。俺はただあんたの声が聞きたいだけなんだよ。何やってる。すみません。すみません。すみません。てめえも来い。ね、いった。ミンクさん、すみません、すみません。ミンク。制裁か。だな。でも何やらかしたんだ、あいつ。さあ、今やったことは確かだろう。ミンクさんを怒らせたんだから。もう一人の、あの外から連れてこられたやつもか。じゃねえの。すみません。勘弁してください。
ふざけんなよ。こっ。ん？お前はこっちだ。あいつ制裁なし？マジかよ。はあ？なんでだ？外から連れてくるやつって大体潰し目的だろ。わかんねえ。あんなの何の役にも立たなそうなやつなのにな。話せよ。あんたの目的は何なんだ？なんで俺をここに連れてきた？ばあちゃんはどこだ？さっきのも、なんであいつ殴った？どうせあいつもあんたが命令して、俺を襲わせるように仕向けたんだろう。なのになんでだ？あいつは違う。この部屋には誰も入るなと言ってあった。それを破った罰だ。違うって。俺からしたらどっちだって変わんねえよ。あんたは俺をどうしたいんだ。自覚がねえのが一番厄介だな。は？もう一度言うが、さっき殴ったやつは俺がけしかけたわけじゃねえ。あいつが自主的にやったことだ。お前の声に惑わされてな。声？だが、どんな理由だろうと、結果的にあいつは俺の命令を破った。俺の声がどうとか、なんであんたが知ってんだよ。答えろよ。あとばあちゃんをどうしたのかも答えろ。知らねえよ。俺の目的は最初からお前だ。は？こいつはなんだ？返せ！質問に答えろ。ただの頭痛薬だよ。一般に出回ってるやつじゃねえな。ばあちゃんが薬剤師だからそれで、あとは知らねえよ。まるでジャンキーだ。はあ？そいつらの首、見てみろ。
ドライジュース、俺たちより先にお前の家にいたのがそいつらだ。大半は引き上げた後だったがな、残っていたのはその二人だ。これで分かったか、お前のばあさんと俺は関係ねえ。でもなんで。知らねえよ。ただ引き上げていった連中の後は追わせた。本当か？だったらその前に交換条件だ。さっきも言った通り、俺の目的はお前だ。お前について確かめたいことがあってここへ連れてきたが、大体は把握した。お前は俺の言う通りに動いてもらう。その代わり交換条件として、まずお前のめんどくせえ用事に付き合ってやる。俺の？ばあさんを探してやるって言ってんだよ。もし俺が信じられないって言うなら、一人でばあさんを探せばいい。あんたは俺が目的だって言ったけど、どうす。それを今ここで言う必要はねえ。条件を飲むかどうかだけさっさと決めろ。すぐにここを出る。支度しろ。お前の荷物だ。受け取れ。お前、み、そうだ。お前どこで何やってんだ。ごめん、全然連絡つかねえから心配してたんだぞ。ちょっといろいろあって、今から帰るから、その時に詳しく話す。分かった。今平凡にいるからそっちで。なあ、
マスター！クリア！マスター、よかった。どちらへ行かれてたのですか？あ、いや。ご無事で何よりです。昨夜はマスターの声が遠くから聞こえたので心配してたんです。俺の声が？はい。うん、そっか。それより早く店へ行こうぜ。わざわざ出てきてくれたんだろ。そうですね、わかりました。さあ、お店の中へどうぞ、マスター。青葉！青葉くん！大丈夫か、お前。なんとか。よかった、安心し。おう、あの犬っころも無事なのかよ。ここにいる。このガスマスクがお前がどこかへ連れ去られたって大慌てで俺のところへ来てよ。最初は信じてなかったんだが、本当にお前に連絡取れなくなるし、それでお前のことを聞こうとタエさんに連絡したら、そっちも連絡取れねえし、確か超える嫌いだったってのを思い出し。おい、そいつなあ、てめえ、スクラッチのヘッドだよな。え、気づかなかったのかよ。いや、スクラッチのタグアートとかあまり。なあ、オムさんですね。ですね、綺麗なオムです。すかしやがって、嫌な野郎だぜ。ずいぶんやかましいな。スズメならもっと可愛くないたらどうだ。てめえ、ふざけんなよこの野郎。最悪だな、とんだゲス野郎と鉢合わせしちまった。日陰もんはおとなしく豚箱へ帰れよ。お前に言われる筋合いはねえな。んだと？なんでてめえが青葉と一緒にいるんだよ。青葉に何かしてみろ。ただじゃおかねえぞ。それもお前には関係ねえだろ。ああ、おい、なめてんのか。王爵くん、落ち着いて。とりあえず中へ入ろうぜ、ここ入り口だし。ち、
で、さっきの話の続きだ。タエさんはどうしてんだ。連絡つかねえし、お前もこんなことになってるしよ。タエさんが超える嫌いなのは知ってる。連絡取れない理由がそれなら別に問題ねえんだが。それが…何があった？連れてかれた。誰に？モルヒネだ。はあ？おい、ふざけるのも大概にしろ。モルヒネだと？神隠しにでもあったってのか？タエさんはリブじゃねえっつの。コジャク、俺も見たんだ、モルヒネのタグ。マジか。どうにも信じらんねえな。そのモルヒネのタグってのも、もしかしたらこいつがお前を騙すために後から入れたんじゃねえのか。こいつら犯罪者なんだぜ。信じねえならそれはそれで構わねえ。なんでてめえにんなこと言われなきゃなんねんだよ。どうせろくでもねえこと考えてるんだろうが。この話を決めるのはお前じゃねえ、あいつだ。ばあさん探しを手伝ってやる代わりに、あいつにこっちの条件を飲んでもらう。なんだそりゃ。てめえの条件ってなんだよ。おい、お前に話す義理はねえつっただろ。ただ俺はばあさんがどこへ行ったか大体見当がついてる。ばあさんを誘拐した奴らをチームの連中に追わせて、その報告が入ってきてる。それも信じないならお前らで好きにしろ。公爵、頼む。ばあちゃんを助けたいんだ。他の方法も思いつかない。力を貸してくれ。青葉。わかった。お前がそこまで言うならしょうがねえ。気は進まねえが、信じるしかねえな。ありがとう。構わねえよ、お前のためならな。なんだこりゃ。ブロック…これ…ノイズだ。行儀が悪い。またかよ。盗み聞きが趣味なんじゃねえのか、あいつ。さっきドアのところで音がしたのはこれだったんですね。知り合いか。知り合いっつうか、まあ…情報収集に余念がないタイプか。まあまあ使えそうだな。
巻き込め。え？店で勧誘の電話するのと同じだ。同じ小金を使え。巻き込んでどうすんだよ。頭が使える奴がいれば有利になる。手札は多い方がいい。おい、何こそこそやってんだよ。ノイズだよな。聞こえてるか？ちょっといろいろあって今大変なんだ。正直俺たちだけじゃ厳しいかもしれない。だから力を貸してくれないか。お前の望み通りにするから。青葉、頼む、力を貸してくれ。ドライジュースってリブで一番でかいチームだろ。なあ、結構な人数がいたはずだよな。この島だよな。うちのチームの連中にも探させてるが引っかからねえな。僕も屋根の上から探してみましたが全然ダメでした。人目につく場所じゃねえってことだろ。どういうことだ？立ち入り禁止の区域も視野に入れる必要がある。そういうことだ。情報収集マニアなだけあるな。マニアじゃねえよ。ばあさんが連れてかれた方向は北の K 線だ。 K 線？確かにあの辺には使われてないビルやら倉庫やらが山ほどあるな。調べろ。お前に命令される覚えはねえけど。交換条件付きでこいつの話に乗ったんだろうが。めんち。つか、なんでてめえが仕切ってんだよ。だったらお前が率先してやればいいだろうが。ああ、ここで怒鳴り合ってもエネルギーを無駄に消費するだけだと思うが。つかてめえが出しゃばんな。オールメイトは主人に似るとはよく言ったものだな。今なんつったてめえ、この野郎。ピーチクパーチク、うるせえな。ここが K 線だ。この辺りのネットワークにアクセスすると立ち入り禁止の区域は普通ネットワークが機能してないけど、ここだけエラーのデータに不自然なブランクが混じってる。つまりこれはフェイクだ。機能してないように見せかけてる。当たりか。かもな。この辺りはもともとゴミの処理施設だった場所だ。数年前に閉鎖されて立ち入り禁止になったってやつだよな。今も不法投棄が続いてゴミ捨て場になってるってとこだろ。取り締まるやつもいねえしな。ばあちゃんはここに？方向としては俺が受けた報告とほぼ一致してる。
ただもしここにタイさんさらった奴らがいるんだとしてもよ、この辺の道とか全然わかんないぞ。あ、それなら僕が知ってます。お前な、遊びじゃねえんだぞ。わかってます、本当に知ってるんです。僕昔よくこの辺りを散歩してたんですよ。ん、うん、え、なんですか皆さん、なんで静かになってしまうのですか。もうやめてくださいよ、もう本当に知ってるんですよ。ちゃんと地図だって書けてしまうんですからね。サラサラサラーっと。はい、できました。おいおい、本当に合ってるのかこの地図。照合しろ。確かに外観図とは一致してる。じゃあ合ってるってことか。だから言ったじゃないですか、皆さんひどいです。まあこれで迷うこともなくなったし、あとは乗り込むだけだな。乗り込むってもな、このメンツだろう。よりにもよって変なのばっかり集まりやがって、どうなったんだよ。あんただって人のこと言えないだろ。うるせえ。俺はあんたらに協力する気はない。俺がやりやすいようにやる。その方が効率がいい。それじゃバラバラになっちまうだろうが。場合によっちゃその方がいい。どんなに綿密な計画を立てたとしても全員その通りに動く保証はねえ。このメンツに限っては特にな。だからそれこそてめえが言えたことかっつうんだよ。お前とそこのガスマスクに言ってんだよ。んだと？え、僕もですか？ひどいですよ。僕、冗談は顔だけにしろよ。おいガスマスク、話がややこしくなるからお前は黙ってろ。そりゃあんたも同じだろ。そんなひどいですよ、ややこしくなんかならないですよ。お前の存在自体がややこしい。ひどいですよ、いじめですよ。ガキみてえなこと言ってんな。俺からしちゃガスマスクよりお前らの方が信用できねえ。言ってろ。そもそも信用するしないって話自体がバカバカしい。お前らいい加減にしろ。あれ、え、なんで。青葉の言う通りだ、そろそろいい加減にしねえとな。こうしてる時間がそもそも無駄だし。とっとと行くぞ。そうですね、そうしましょう。よし行こう。ここ、あのゲームに似てる。ゲーム？間違って、一回ダウンロードしてから配信されてくるのが、なぜかゲームじゃなくて、デモムービーなんだよな。こないだ来たやつが、
おばあさんのキャラがコウモリに連れ去られるって内容でさ。確かにここはゴミ山ですね。たまたまだろ。俺もそう思うんだけど、なんか不思議だなって思って。この先にゴミ処理の工場があるだろう。ありますね。その工場がここら辺じゃ一番でかい建物だ。そこが怪しいってことか。このまままっすぐです。待ってください。どうした？聞こえます。います。聞こえるって何も聞こえねえが。聞こえます。あの中です。行こう。誰かいるな。一気に行くぞ。一応うちのチームのやつらも近くに待機させてる。向こうがどんだけいるか分かんねえからな。こっちは特に問題ない。